はい、どうも秘密結社フロム総帥ハッチーでございます。今回は中山新春ステークスというジャンプステークスってことでね、まあ土曜日の勝負レースはこれにしてみようということでね、障害の競争を予想していきたいなというふうに思っております。まあ、今回の本命時空馬なんですが、13番バイオンディップス、2番人気の馬から行こうかなというふうに思っております。まあ、この馬ね、実はまあ母父アグネスワールドなんてのも燃えどころなんですが、多分あの僕の出資馬のフェルカドの上ということでね、まあ、そう考えるとまあうちの子も将来障害に使ってみてちょうどいいのかなとかね、いろいろな期待が高まってくるわけですね。まあ、そしてオープンでの実績もね積み重ね始めたところですし、まあ、人気するのも当たり前ということで3連複の軸、まあ、3連複ひも4点6点勝負で、まあ、今回はね軽く済ませておきたいところなんですが行きたいと思います。まあ、そして内から順に2番アグリッパーバイオ、まあ、この馬なんかもね比較的実績を積み重ねてきている馬ですし、まあ、ここでも紐に拾っておくだけの実績はあるだろうということでね狙ってみたいなと思っております。まあ、そして5番203で、まあ、この馬がね確か小順オープンまでね平地で出世して、その後、まあ、あの2戦目でいきなり障害未勝利勝ち上がってと順調に来てる馬です。まあ、障害のヒーロー街道というかね、これから先出世していくとすればこいつかなということで紐に拾ってみます。まあ、そして10番トゥルーハート、まあ、人気するだけあってね最近の実績という意味ではそこそこ抜けてますのでね、これもまあ紐には拾っておこうと思います。まあ、そして最後に12番東洋ピース、まあ、この辺もねあの中山でいい感じで来てる戦績なんでね、まあ拾ってみてここまでのね紐4点まあ、3連複6点勝負みたいな形でね今回は狙ってみたらいいんじゃないかなというふうに思っております。まあこれでねなんとか動画の方も当ててやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。土曜日はまあこんな感じです。